はい、こんにちは。今日はですね、キャノンの EOS RP について、説明させていただければなというふうに思います。まずですね、キャノンの RP ですなんですけども、予約の方をさせていただきました。発売予定日が、3月14日っていうことでね、もうすぐ発売なんですけども、昨日ですね、CP プラスっていう大きい、いろいろなカメラに関するメーカーが集まって、最新の商品を展示するっていうね、まあこれから発売予定のものも含めて、展示するっていうものが横浜にあったんですけども、そちらの方に行ってきました。いろんなね、ソニーとかキヤノンとかね、ニコンももちろんあったんですけども、その中でキヤノンのね EOS RP の方を見ようと思ったんですけども、もうその RP の展示されてるとこが、すごくねもう並んでいて、人がいっぱいでもう諦めました。僕はね今この EOS R を持ってるんですけども、その EOS R と RP の、違いっていうのと、また EOS RP のちょっと少し紹介をできればなっていうふうに思っております。はい、まずなんですけども、こちらの今持ってる EOS R なんですけども、これはハイアマチュアクラスで、 EOS RP はミドルクラスになります。で、この EOS R よりも EOS RP の方が、コンパクトということになります。 EOS RP はフルサイズなんですが、この EOS R よりもコンパクトというメリットがあります。なので、持ち運びにもすごくこの EOS R よりも便利になるというふうに思います。スペック的にはこれから発売される EOS RP よりもこちらの EOS R の方が、グレード的には高いということになります。 EOS RP と EOS R の機能的なものの違いを表にしてみましたので、見ていただければなというふうに思います。はい、このように表の方を作らせていただいたんですけども、シャッター幕ですね、降りる降りないっていうのがあります。シャッター幕降りる降りないっていうのは、どういうことかと言いますと、今これ電源を切った状態です。はい、今こうやってシャッター幕が開いてる状態なんですよね。シャッター幕が降りるっていうのは、これ電源切った時に、はい、今シャッター幕が、閉じたっていうことがお分かりいただけたでしょうか。この閉じることによって、ホコリとかね、防ぐことができるので、あることに越したことはないのかなっていうふうに思いますが、この EOS R には先ほどのこの機能がついてるんですけども、この RP の方には、降りないっていう。になっております。イメージセンサーフルサイズなんですけども、有効画素が2620万画素、 EOS R の方は、3030万画素ということで、画質的にも EOS R の方が綺麗ということですね。ハイフィルムノートっていうのは、動きの速い動きのものをスローで捉えることができるっていう機能なんですけども、EOS RP の方にはついてないんですけども、 EOS R の方には、ついております。グレード的には EOS R よりも少し低いんですけども、サイズ的にはその分やっぱりコンパクトになっておりますね。で、電池もバッテリーのね種類もちょっと違いますね。価格なんですけども、キャノンオンラインの方で価格を見たところ16万500円、 EOS RP の方は、EOS R の方は23万7500円、やっぱりグレードが高い分こちらの方が高くなっているってことですね。このように内容的には変わってきます。はい、ですが、その重要な部分っていうのはもう EOS RP もしっかり押さえてるのかなっていうふうに思いました。このカメラもそうなんですけども、世界最速のオートフォーカスのスピードが 0.05 秒っていうことで世界最速なんですね。その EOS RP にもその世界を最速のオートフォーカスのスピードが、ついてきます。2020年のオリンピックとかでもね、競技の一瞬の瞬間とかもしっかり抑えてくれるんじゃないかなっていうふうに、すごく活躍しそうな機能だと思っております。まあ、このフォーカスの機能では金メダルということですね。操作の方が分かりにくいっていう方も多いかもしれませんが、基本ですね、この EOS R もそうなんですけども、 EOS RP もタッチパネルを使うことによってできますので、直感的にね操作することができますので、初心者の方でも使えるのかなっていうふうに思います。 4K の撮影にも対応しております。でメリットとして、 4K を撮影するとやっぱり容量が大きくなってしまうので、容量がすぐいっぱいになってしまうっていうことがデメリットなのかなっていうふうに思うんですけども、この EOS RP っていうのは、カメラ内で軽いデータに圧縮することができるんです。ですので、4K で撮影したものを、例えばフルハイビジョンで圧縮してスマホに転送することができるんですね。写真はもちろんなんですけども、動画もスムーズに転送できるっていうのが、またこれは、EOS RP のメリットなのかなっていうふうに思います。すぐに SNS とかにもねアップロードできるというので、
すごくいい、いい機能だと思います。今回ですね、気になる値段なんですけども、カメラの北村の方で予約がね、先行予約ができるので、見てみました。そうするとブラックのボディですね、それが156,000円で売ってます。で、このブラック以外にこの EOS RP は、ゴールドっていうのが限定で5000台だけなんですけども販売されます。名前の通り色がゴールドなんですね。で、そのセット内容はボディだけでなくて、EOS、コントロールリングですね、マウントアダプターが、ついてきます。コントロールリングマウントアダプターですね。ここにコントロールリングっていうのがある、ついてるやつもあるんですけども、これはついてないバージョンのものなんですけども、はい、ついてる方がちょっと少し若干値段が高いんですが、値段が少し高い方のそのマウントアダプターもついてきます。エクステンショングリップ EG-E1 っていうね、このボディの下につけるカメラの安定を良くさせるものというものらしいんですけども、ここに、つけるものがついてきます。ネットでね、その値段を調べたんですけど、9000ぐらいで販売されてたものなんですけども、まあそれをつけて、安定感を良くするっていうものですね。で、ここの底の部分につけるんですけども、それをつけたまま、電池を取り出したりとか、そこにまたここのね、下に三脚もつけれるようになっているっていうののものなので、まあちょっとどういった、メリットがあるのか使ってみないとわからないんですけども、またおいおいキヤノンの EOS RP が入ってきた説明したいというふうに思います。その EOS R のゴールドバージョンを購入された方には、キヤノンのレザーバッグとレザーストラップがもらえるみたいです。これはもう全員にもらえるみたいなんですけども、期間限定で、応募するともらえるということですね。まあホームページから見ていただくとわかると思うんですけども、黄土色ですごく高級感があるようなカメラバッグでした。まあ、普段のカメラ以外に使用できるようにデザインしているみたいなので、すごくおしゃれなので、いいと思いました。さらにストラップもついてくるっていうので、ね、その辺もゴールドを買った方にはそういった特典もついてきます。さらになんですけども、2020年のオリンピックの観戦チケットが10組20名の方に当たるということですね。世界最速のオートフォーカスで東京オリンピックを取りに行ける可能性があるということですね。はい、ぜひ応募していただければなというふうに思います。その他にもね、 EOS RP のゴールドのレンズ、付きのセットとかもあるんですけども、また、その、辺はホームページの方から見ていただくと、さらに詳しい情報が載ってますので、そちらの方から見ていただければなというふうに思います。あとね、半月ほどなんですけども、 EOS RP が発売予定なので、またね、届き次第、皆さんにご報告をさせていただきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。